こんにちは、メッセージありがとうございます。バンディカムの使い方なんですけども、私のパソコンって実はですね、マイクもついてないし、ウェブカメラもついてないんですよ。あのエイリアンのエリア51っていう70万円以上する超高級なパソコンなんですけども、なんとね、内蔵カメラなし、マイクもなしということなんで外付けなんですよね。で、つけてませんので、私の場合はバンディカムを使うときはまずバンディカムをパソコンの中にインストールしてますよね。で、動画だけキャプチャーするんですよ。で、音声はこのボイスレコーダーを3000円くらいで買ったのがありますので、これで録音しています。具体的な作業っていうのは、これを録音状態にして、これがスタートしたらバンディカムの画面キャプチャーを録画スタートするんですよね。まあ、ですので、用意カットみたいな感じで同時にボタンを押すような形になります。で、こういう風にしてやったのを動画編集ソフトで音声、これをパソコンに取り込む音声と、あとバンディカムはこちらの方のフォルダに入ってますので、バンディカムの画像と音声を動画編集ソフトのパワーディレクトっていうので重ねてるんですよね。まあ、ですのでちょっと手間がかかります。ノートパソコンとかでしたらね、マイクもカメラも内蔵なんで、こんな手間はいらないんで、バンディカムを起動してその録画ボタンを押すと音声も画像も撮れているって状態なんですけども、私の場合はちょっと手間がかかるんですよね。ここにね、バンディカムをダウンロードして貼り付けてあるんで、これを押しながら、用意ドンでスタートして、はい、こんにちは、久保ですって感じでスタートしてますね。切る時も同時に切ってますという感じで、割とアナログなんですよ。ということでございます。またね、いつでもご連絡ください。